人参が1本お皿の上に置いてあって、ダイエット中だからこれ食べてって。はい、どうも皆さんこんにちは。今日はね、うちのこの子と一緒に動画を撮影していきたいと思います。まあ、テーマは全然子供関係ないんですけども、皆さんホームステイってしたことありますか？最近芸人の光浦靖子さんがカナダに留学されてホームステイされてるそうなんですけど、まあね、今この時代なんでなかなか そういうふうに海外に行くのもなかなか自由に行かないですけど、もし海外に行った時にホームステイをしたいなと思っている人がいたら、ぜひこの動画を見ていただければと思います。で、自分は昔ホームステイをオーストラリアでした時に、まあ、何週間とかだったんですけど、未だにねその時の思い出っていうのが忘れられなくて、人生の中でもまあ本当に貴重で濃くていい体験だったなって思っています。それでですね、今日はホームステイした時にこれはしない方がいいよっていうことをいくつかねまとめたのでお話ししていきたいと思います。で、皆さんですね、ホームステイした時に日本人がよくやりがちなんですけど、お土産を持っていくこと、これやめた方がいいんですね。日本人ってよくこう、今日からお世話になりますって言ってお土産持ってったりするじゃないですか、お菓子とか。あれをやると海外の人がどういう反応するかっていうと、ん？って反応されるんですよ。で、なんでん？って反応するかっていうと、まあ、文化の違いなんですけど、そもそも知らない人に、で、まあ、こっちはお金払ってるわけですから、プラスお土産、ん？なんでこのお土産なんだろうっていうちょっと違和感があるらしいんですよ。で、僕も実際行くときに100均とかでね、100均とかだけじゃないんですけど、なんかお茶碗とか、日本のシックイチックな和テイストの お茶碗とか、あとお盆なんか壁にも飾れるし普通にも使えるようなお盆を、買っていったんですよ。で、これお土産なんだってバーって渡してたけど、はーっていう感じで、別になんかそんなに ありがとうみたいな感じなんですね。それで僕がまあ何週間か過ごして、最後の日にその僕の英語と、まあ、覚えたての英語と、あと似顔絵をこうそれぞれ書いて渡した時に、ちょっとねホストファミリーのマザーとか潤んでるぐらい喜んでたんですよ。で、僕の英語ももちろん拙い英語だし、多分完璧じゃなかったけど、それもね書いて送ったのもすごく喜ばれたんですね。気持ちがこもってるものってやっぱりそういうところなんですよ。お互い知り合って少し経って、この人こういうことね喜ぶだろうなとかもそうだし、自分の思いをこう伝えるみたいなことがすごく大事なんだなって思いました。なのでお土産はね、気持ちはすごいわかるんですけど、やめた方がいいと思います。で、これが2つ目なんですけど、勉強しに行ってるんで気持ちはわかるんだけど、カリ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 勉強してて、その机の上でね、ホストファミリーとの交流をあんまり図らないっていう人がね結構多いんですよ。で、僕もそうで、っていうのも話できないから、なんかもっと勉強してこれを話そうとかってまとめて、こういざこうダイニングルームっていうんですかね、リビングルームかに行って、こうみんなでテレビ見ながら話すときに、こうトピックをこう自分でこうでやってたんですけど、やっぱりねこう時間がね無駄なんですよ。っていうのも、その瞬間もその、ね、どの瞬間もホストファミリーのところにいる瞬、ね、時間というのはお金が発生してるわけですよね。何週間で何百ドルとかかかってるわけだから、もったいないなっていうふうに思って、で、まあ、自分自身もやってたんだけど、ね、恥ずかしがってとかって結構、ね、勉強してる人多いんだけど、それもったいないから、もうとにかくその交流、コミュニケーションを図った方がいいな。自分なんかこう夕飯の時だけとか、呼ばれればもちろん行くし、みんなで食べてる時にこう話してできるんですけど、で休みの日とかはね、結構僕はいいファミリーだったんですよ。お母さんが看護師さん、お父さんが、プラマーっていうの、配管工の人ですね。配管工ってめちゃめちゃ儲かるらしいんですよ、オーストラリアって。そうで、その仕事してるんで、めちゃめちゃ大きい家で、まあ、地下にはなんかスタジオがあって、お母さんが仕事前にドラムとか叩いてるような。で、長男と次男がいて、長男はもう家を出てて音楽活動をしてて、次男は、まあ次男も音楽活動してるけど、まだ学生だったかな。そう、そんな感じなんですけど、家族構成的には。だとにかく大きい家にいて、それで、まあ本当に、なんていうのかな、まあ裕福な家庭だなっていう印象だったんですけど、本当になんかね、お父さんとかもすごいフレンドリーで、お父さんはすごく特に僕にフレンドリーに接してくれて、ギターとか僕もやるから、そういうのなんか一緒にセッションじゃないけど聞かせ合ったりして、なんか交流したり、
でその次男が僕の一個年下だけどすごくしっかりしてて、でなんか映画とか誘ってくれるんですよ。で一回はその長男のライブがあるからって一緒に行って、でお酒飲んでっていうのをやったりとか、本当に映画の世界みたいでしたよ。本当に最初の印象が、だって当たり前だけど全員外国人ですから僕以外、だから映画のこうカメラになったような気持ち、全部外国人でみたいな、だから字幕がないだけみたいな感じでしたけど、でなんかその映画に誘われた時ももうねお腹いっぱいなぐらいね、その前の日みんなで遊んだっていうのがあって、その気持ちの余韻があったんで、もうね映画もねもちろん字幕ないから分かんないし、絶対あ俺いいやって断っちゃったんですよ。でも今思えばそれも行けばよかったなって思ったりしてます。そうだからもう積極的に本当にいろんなホストファミリーがいると思うけど、夕飯の、ね、時間だけじゃなくて交流をしていった方が絶対に自分のためになると思いました。3つ目なんですけど、この遠慮しないっていうことですね。でそのいろんな意味で遠慮って、ね、言葉あるけど、もう結構日本独特の文化ですよね。思ってることを言わなかったりとか、思ってることを言うのは失礼に当たると、まあ、礼儀をわきまえすぎてて結局自分が損するみたいなことって多分日本人あるかなと思うんですけど、まあ、特にその僕で言うとその食べ物ですよね。で食べ物の好き嫌いって絶対人あるじゃないですか。で僕はないんですよ。ないんだけど、ないと思って行ったのに意外と行ってみたら、あれなんじゃこれっていう食べ物が一個あったんですよ。で得体が知れない食べ物で匂いも味も知らなくて、それパスタに入ってたんですけど、でこれなんだろうなって、そしたらそのホストマザーがそれ1粒2ドルするのよ、ちょっと高いやつ買っちゃったわ あなたのためにみたいな感じで言われたんですけど、もうねまずくてまずくてね、もうわけわかんなくて、で結局それ何かっていうとオリーブっていうものなんですよ。果物っていうか、まあ、本当になんかよく分かんなくてまずくて食べなくていいよって言われたんですよ。まずいと思ったら食べなくていいよって言われたのに、あ大丈夫大丈夫って無理して食べたんですよ。もううってなるぐらいダメだよ自分の中で。だけど無理して食べようとして、あとはなんか口に隠してごちそうさまって言って後でペッて捨てたりとかしてて、でそういうのもごめんこれダメだ僕嫌いだわって、It's not my cup of tea なんだっけな、なんかそんな僕の好みじゃないとかって言い方がやっぱ英語でもあるから全然いいのに言わないで隠したりとかしてました。で結果的にそれって良くないなと思って、やっぱり好きじゃないものは好きじゃないって言わないと次に出てきた時にね困るじゃないですか自分がっていうところで、遠慮しないで言えばよかったなと思いました。ちなみにその、ね、ものはオリーブなんですけど、オリーブ僕大好きなんですよ今で、なんであの時食べなかったんだろうって思うぐらい、だから結果的には克服して今も大好きなんですけど、当時はなんかこう外国人がこう日本人の梅干し食べたような感覚ですかね、酸っぱいというかなんかこうなんじゃこれみたいな、パスタと一緒に食べるのかこれみたいな、今ではもうパスタと一緒に食べても超好きですし、まあ、そんな経験があったんで、でも本当に嫌いなものは嫌いって言っちゃった方がいいと思います。でも本当に自分がお金払ってるわけですからそれはいいかなって思いました。本当にはっきり自分の感情を伝えた方がいいなと思って、でそのまあもう一個あるんですけど、それも、こちらです。遠慮しない方がいいパート2ですね。ねホストファミリーっていうのはさまざまな、いろんな人がいるんですけど、ひどいところは本当にひどくて、なんかすごいビジネス的にやってる人は、例えばそのお金をもらってたくさん部屋があって、お金を一人いくらともらって、で普通そういうの食費とか含まれてるのに電気代とか食費を後で請求するってところがあるらしいんですよ。でそういうところに限ってすごく食事がひどかったりとかっていうのもよく聞くし、あとはねなんかねそれは本当に例外中の例外なんだけど、多分ね若い女性だったらしいんですよ、そのホストマザーみたいな人は。で一人暮らしで犬がいるのかな。 でまあ普通に食事とかも出てくるけど、まあ美味しくないんだけど、一回なんか人参が1本お皿の上に置いてあって、ダイエット中だからこれ食べてって言われたらしいんですよ。いやあなたのダイエットと関係ないしみたいなところで、そういうところもあるんですよね、場所によっては。それでまあ僕のところはその反対的に、そのさっき言ったように、まあ、すごい裕福な家庭で、本当になんかこうフルーツバスケットみたいなのが玄関とそのなんかリビングの間に置いてあって、でリンゴとかが山積みになってるんですよ、ブドウとかで。いつでも食べていいからねって言われるんだけど、オーストラリアってリンゴ1個2ドルぐらいしたんですよその時ね。でいやなんかすごいちょっと気がとがめるというか、いいのかって、人んちのものことでも泥棒じゃないし、なんかやだなって、結局ね
その時言われたその時だけ1個食べただけで、結局そのそこになんかイートミーとかドリンクミーって書いてあるお酒とかもあるんですよ。自由に飲んでいいよ、食べていいよ。でも、もうなんか申し訳なくて食べたり飲んだりしなかったっていう記憶がありますね。そう、だからそういうのもなんかよくアメリカの映画とかであるじゃないですか。人ん家に入ってきて冷蔵庫のものを飲むみたいな、ソーダとかね、コーラとか、あんな感じでよかったんだな、まあ、家族なんだからいいんじゃんって思ったけど、なんかそこを遠慮しちゃって食べれなかったっていう、ちょっと、うん、もったいなかったなっていう気持ちはありますね。そうで、さっき の, あのちょっと違法な、なんで違法っていうか、あのビジネス的にホストファミリーをやってる人とかって、なんていう の, そのホームステイを受け入れてる人たちって本当になんか洗濯代とかその1回5ドルとか取ったりとかするとこもあるらしくて、だからで、なんか僕はエージェントを通して予約したんですよ。でそこのエージェントかなりしっかりしてるところで、ラストリゾートってとこなんですけど、でそこで本当になんかいろいろ斡旋をやってくれたから、嫌な思いを一つせずに、むしろね、もっと伸ばしたかったぐらい、お金があればね、期間を伸ばしたいぐらいの場所だったんですけど、結局まあちょっと自分も新しい家を探して仕事を探してって自立したかったから、あのシドニーのシティの方行ったんですけど、でね、僕が行ったそのあの場所、ホストホームステイのホームステイの場所っていうのが、シドニーからね、調べたらね、22キロ上のコラロイっていうところで、コラロイプラトーっていうところだったんですけど、海のところでね、もうね、本当にね、いいところでしたよ。だからシドニーが東京の銀座だとしたら、そこから22キロだから、まあなんだろうな、まあ東京でも22キロ離れたらあるのかな、22キロってちょっとないのかな、足立区の端っことか、東京都で言ったらまあ八王子市とかあるから、まあ22キロ、全然22キロ圏内あると思うけど、まあそんな感じだったかなと思いますね。いや、いつかまた戻りたいななんて思いますけどはい、まあそんなところでね、今日はあのホームステイについて、まあこんなことしない方がいいんじゃないかなっていう思うな、僕の経験上ね、こんなことしない方がいいんじゃないかなって思うことをまとめていきました。で、皆さんの中でこれからホームステイしたいなとか、逆にホームステイを受け入れるとか、そういう人がいれば、まあ参考にしていただければなと思います。ではね、また次の動画も何か考えておきますので、見ていただければと思います。それではまたお会いしましょう。じゃあねー。バーイ。